チャオ、あっちゃんです。今日9月の8日でね美容院行って帰りに DVD 返そうと思って持っていくの忘れただからナイトドライブして DVD を返しに来ました。もうね、返してきました来る時ね、ビデオカメラ回すの忘れてたんよ。早よ行きたかったからね、ビーッと10枚出して、あ、途中で気づいて、まあいっかって思ってで、暗いから多分ね、自撮りするより走行モードでずっと撮っていきたいと思います。はい、では走行モードにカメラ置いてみたいと思います。よいしょ。感じていいかな。ではでは帰りましょう。安全運転に心がけましょう。ね、久々の走行モードで、それもナイトビューで。帰りましょう。こっちから帰ろうかな。こっちから帰ろうか。所轄警務線です。瞬間曇っちゃうよね。帰り寄るとこもないしね、どうしようかな。このまま、まあさらっと家帰りましょう。はい。夜になるとね、車もそんなに多くないし走りやすいしね。ただね、暗いと余計眠たい。チンクエチェント可愛いな、チンクエチェント。チンク可愛いな。ここね、この右のパチ屋で、ね、絶対なんねん、これ。Thank you.
GPS をサーチ中です。JR の踏切、うん、いつもね、いつもってことないけど、あっちゃんが時々の、時々じゃないね、前に和歌山周りで大阪行った時乗っていた JR の駅の近くの踏切で、ね、単線なんです、はい、超ローカル線です。もうちょっとじゃない、右側並行して近鉄の何線なのかな、これ近鉄大阪線なのかなが走ってんねんね。この時間通るかな、この右側、でね、踏切は開いてるから通らなさそうやね夜は少ないからね。ちょっと値段が高いねん。でもうちょっと先に12時までやって、先ってどしどしやねんけど、手前のとこやねんけど、12時ぐらいまでやってるスーパーセンターオーバーはちょっと安いね。同じもんでもね、うん、いろんなね、こっからやと2キロあるかないかちゃうかなぐらいしか離れてないのに、大桑はスーパーセンターとすごく上がって値段が違って、それでもこっちかお客さん結構多いの、なぜか分からへん。不思議なぜかわかんない不思議な、うん、スーパーセンターはね、だから品揃えもいいし、のにね、実行オクワが結構お客さん入ってるのが不思議やね。なんでか知らんけど、なんなんでしょうね。山道です。
昔なんか昔にね動画走行動画撮ってた頃は多分走行モードこの前向き度合い何本か撮ってるはずやねん。で前向きでこの山登って帰ってるはずやねんけど。最近ずっとね前向き撮ってなかったもんね。宿題するから行かへん、宿題しなあかんねんと思って帰ってくる、寮が帰ってくる遅かったもん、7時前ぐらいに帰ってきて、うん、学校でなんかしてってへんとか言って、で帰ってきて、ネットもつながらへんし、でご飯食べたらパソコンじゃないわ、宿題しなあかんねんけど、パソコンで調べなあかんもんねんけど調べられへんって言うから、で全然電波も飛んでないから調べようあらへんとか、だから学校で調べ物してて残っててんとか言ったらねでまあ残りの宿題持って帰ってするから言って持って帰ってきて言って、だから宿題するから一緒に家に行ってる、光も宿題まだしてないから、光さっき帰ってきてたんよ、4時ぐらいに帰ったらしくて、あんちゃん帰ってきたらもう帰っとってんけど、することないからっつって、なんか家でゴロゴロしてたみたいで、で寮が宿題するとか、ね、光も宿題するとか言って、で二人でなんか今日はナイトドライブ、あっちゃん一人なんです、はい、一人でナイトドライブ寂しいねんけどね、で歌かけたらかけたで動画引っかかるから、だから歌もかけられへんしね暇まあ暇やからカメラ回して喋るぐらいしかないね喋ってたら眠気も飛ぶでしょって感じでね。まあ、帰ったらお風呂入って、多分お風呂入れてくれてると思うしね。まあね、峠道になるとみんな遅くなるんだよ。確か60キロやねんけどね。これで60キロになるよ。もう勾配がすごくきついから、あ、50キロや、ちょ、50キロの音さこれで50キロです。勾配がきついから、何パーセントやったかな、すごい勾配きつくて、あ、50より落ちてる、48ぐらいになってるでもこれメーターで50やから、多分もうちょっと出してもいいぐらい、今メーター読みで50キロ、52キロぐらいやから、多分実測で47、8ぐらいかな。でね、こう勾配がきつくて、みんな遅くなるのよ。あっちゃん前乗っ
思ってるんですか、前の 会社で使ってた軽トラ、ここ35キロとか40キロぐらいしか登らへん、全開でそれぐらい坂きついからね。アクセル踏みはね、もっと登んねんけどね、普通車やったら。うちの軽トラちゃんは登らんかったね。2トンのトラックで、赤車で車積んでたら、ほんま30キロぐらいしか登らへんしね。意外ときつい。乗用車やったらもうちょっと登るけどね。使えへんかったからめっちゃ早寝たんや。11時ちょっと前ぐらい寝てんけど、あっさりそれでも眠い寝すぎて眠いんかな。眠くて眠くてたまりませんわ。閉店したコンビニに誰か入っていった、盗みに行ったんかな、やば
正直おうちです。ってことで、帰りたいと思う、お家に帰りたいと思います。またね、バイバイ。